皆さんこんにちは、たそがれナイスです。リアルデイズ100デイズ40日目やっていきましょうということで、レッツゴー。それではスタート。よしで、進行方向ってこっちやってますか。いやー、ついに来ましたね、40日目です。いや、本来ね、今日海底神殿を攻略する予定だったんですけど、なんか案外あっさり終わってしまったため、まあ本日はね、帰るところからスタートということでやっていきましょう。ちょっと鼻がやばいかもしれない。で、しばらくね、この大海原が続くわけなんですけど、いやー、なんだろうなー、40日目、あと何をするかーなー。なんか割とさ、この今日からさ、あのエンドラ討伐まで割と暇っていうね。で、あれがありますね、あのネザーポータル、荒廃したネザーポータルを発見しました。ちょっと待って、鼻がやばい、鼻がやばすぎる。まあいいや、とりあえず、荒廃したネザーポータルありますので、一旦ここ潜ってみるか。わわわ、まあ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 、待って待って、やばいやばい。とりあえず一旦ここのチェスト開けてみて、あー、まあ金の金リンゴ、まあ、金リンゴ、まあ別に なんか何もいらないな、別にちょっと何もいらないので帰りたいと思います。痛いよ。これね、あのマグマブロックに座れないように気をつけてね。よいしょ、さあ乗ってね。マグマブロックね、これね、なんかボートごと座れるんですよね。なのでね、それをちょっと気をつけつつやっていきます。で、多分この右側かな、この右側、あ、本当に違うな、あれ違うか、どっちだ、帰り道が分かりません。どっちが帰り道ですか。こっちな気がする。アイスさんの勘が言ってるこっちだと思う。いやね、今日ね、コンパス持ってきてないので帰り道が分かりません。やばい、本当に今日鼻がやばいな。あれおかしいな。まあいいや。で、帰り道ほんとこっち合ってる、分かんねえな。平原、こんな平原、平原してたっけ。帰り道拠点近くってこんなに平原だったっけ。なんか違う気がするけど、あ、でもあそこに作業台が置いてある。あそこに作業台が置いてあるということは、こっからボートに乗ってきたはずだから、多分もっと向こうだな、多分もっと向こう。いやー、海底神殿ね、きつかったね。主にスタックが。マジで、スタックって仕様がマジでエグかった。あれ、仕様というかバグなんでしょうけど、マジできつかったな、あれ。ということで、まあ、コンボを破壊しつつやっていきます。あれ、なんでスタックするんでしょうね。ちょっと、あれ、なんでスタックしてんのか、いまいちよくわかってないんですけど、だって、あれ、水中の何もないところで止まってるわけじゃん、スタックしてるので、あれ、何なんだろうな。あれ、ちょっとよくわかんないんだよな。あれ、本当に困るんですけど、あれ、なんとかなりません？このさ、まあ、宝の地図といい、なんかバグが、なんか割とあるよねっていう Java 版。まあ、統合版の方が、なんていうの、多分ね、統合版ってね、あれ、こっちで合ってる？あ、合ってないな。合ってないわ。統合版ってね、まあ、いろいろと軽くするために、なんかいろいろとしてあるんだと思うんですけど、多分ね、Java 版ってそれがないからバグが多くなるみたいな、そういうことなのかなとは思うんですけど、なんかそんなこんなでね、ちょっとバグちょっとなんとかなりません？てかさ、このさ、この、なんていうの、この宝の地図のバグって結構昔からありますよね。昔っていうか、どうなんだろう、どれくらい前からあるかわかんないけど、少なくとも 1.20 からありますよね。あれ、ちょっとよくわかんないですよね。あれ、何なんですか？あれ、何なんですか？てか、いつ治るんですか、あれ。あんまりね、なんか、バグの修正情報とかもあんまりアイスさんは詳しくないので、まあ、いつか治るといいなと思って見てるんですけど、でもね、なんか、たまにね、たまにね、宝の地図使えるやつあるんですよね。なんかわかんないけど、なぜかわかんないけど、たまにあるんですよね。あ、もう、なんか、その違いもなんかよくわかんないし、なんでなんだろうなーって思いつつね、見ております。で、帰り道がわかりません。コンパス持ってこればよかったですね。コンパスって持ってないよね。コンパス持ってないよね。帰り道、こっちで合っているはずなんだけど、あ、アカシアっぽくなってきたので、多分こっちですね。やっぱ帰り道、ちゃんとね、コンパスかなんか持っとかなきゃいけないですね。なんかイントネーションおかしかった気がするけど。で、石炭は今は多少あるはずだから、よくて、40日か、とりあえず食べ物を攻撃していきたい。クッキーだとね、ちょっと食べ物として質が悪すぎるため、ちょっとクッキーやめましょう。クッキーマジでいらない。ということで、パンプキンパイを食べていきたいんですが、さあ、とりあえず拠点へ帰ってまいりまして、よいしょ、まあ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 、とりあえず荷物整理からしていきますか。荷物整理からしていきまーす。よいしょっと。さあ、乗り付けまして、とりあえず木材をぶち込みまして、木材。
木材、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 他は、他に木材ありません。OK。小麦と、解消レンガ系は雑多ブロックでいいでしょう。雑多ブロックにぶち込んで、紙と紙と、地図系とインゴット、インゴット金塊金塊、革のブーツはいらない。革のブーツいらないですよね、これ。捨てちゃおう。捨てちゃって。で、鉄ツール、鉄ツールと、生だら、生だら。生だら、ガラス瓶、ガラス瓶は醸造の方でいっか。醸造の方に入れまして、まあ、とりあえず盾を持っておきまして、竹。なんで竹一本だけあるんですか？そこじゃないです。一個隣です。で、交易をしていきたいので、交易できるもの、エメラルドって今ないんだよね、多分。エメラルド1か。ちょっと1じゃしょっぱいな。棒が欲しいから、骨粉ですね。骨粉を持ちまして、骨粉を使いまして、うおーうおーよし、オッケー。さあ、育てまして、登っていきまーす。うおーさあ、登っていきまして、木が邪魔で。いや、効率強化欲しいな、ダイヤの斧。斧、効率強化ついてないので、ちょっと今ね、だるいんですよね、いろいろと。よいしょっと。さあ、飛び移って、さあ、木を掘っていきまーす。いやー、見慣れた光景ですね。落ち着くよね、木凝ってると。落ち着くけど、まあ、木は、なんていうの、ストレスは溜まるよね。あー、ちょ。真ん中に立っていなかったらしい。でね、リスポーン、今さ、ネザーポータルを見たらめっちゃリスポーンアンカー思い浮かべたんですだけど、全然関係ないな。リスポーンアンカー、マジでさ、なんか全然関係ないんだよね。まあ、今回のね、企画で言うと、リスポーンアンカーって爆破するぐらいしか使えないので、なんで急にリスポーンアンカーが思い浮かんだんだろうな。ま、なんかネザーポータルが泣く黒曜石に見え、ネザーポータルが泣く黒曜石に見えましたね。まあそんなこんなで木を凝っていきますが。いやー、これね、実はサーモンランを取った後なので、意外と疲れているアイスさん。意外とアイスさん疲れているっていうね。まあそんなこともありつつ。まあまあまあ、こんだけね、棒があればなんとかなるでしょう。ということで、とりあえず破壊していって、もうちょっとですね。で、パンプキンパイを取ったら、あと何やる？もうちょっとね、エンチャントしていきたいみたいな話もなくはないけど、エンチャント何がいる？あと、無限も別に、あー、まあ、無限欲しいっちゃ欲しいか。無限は欲しいけど、苗木を植えておきます。で、トレードしていきましょう。トレード？攻撃していきましょう、攻撃。そういえばさ、大昔から言われているビリジャートトレードリバランスか。村人の調整ってあれいつ来るんですか？なんかさ、前から来るって言われてて、ずっとなんか来るって言われたまま止まってますよね、あれ。まあね、なんか反対意見が多いから、あんまりね、なんか軽率にできないんでしょうね。この運営というか開発側も。ほい、ちょっと。さあ、しっかり乗って。ヤッシーさんが今なんかやってますので、ヤッシーもう一人いるはずなんだけど、ヤッシーいた。なんかヤッシーがリンチになっています。ということで、とりあえず攻撃、これで合ってるけど違うな。とりあえず逃避の板材を作って、棒を大量に作っていきまして、で、リンチになっていたヤッシーさんを攻撃していきましょう。OK。よいしょっと。さあ、とりあえずエメラルドを攻撃しまして、パンプキンパイがいっぱい欲しいな。パンプキンパイ、なんか食べ物として意外と良かったなって思った。パンプキンパイなんて今まで食べてなかったからさ、どんなものか分かんなかったんだけど、あ、棒がなくなった。でさ、他、何が攻撃できるの君たち。これは耐久1。エメラルド、羽。はいはいはい。君は？君は攻撃できるものは？あ、なんか、タートルマスターの矢があります。で、射撃ダメージ増加に耐久に、これは攻撃したやつか。はいはいはい。まあまあ、特に必要なものはないですね。で、君、パンプキンパイもらっていきましょう。えいやっと、オッケー。さあ、48。お、レベル30になりましたね。まあ、レベル30になったのは嬉しい。パンプキンパイを攻撃して、オッケー。で、鉄をもらっていきたいんだけど、鉄？さあ、一旦ここの丸石回収して、で、鉄を回収していきましょう。鉄。鉄どこにいますか？鉄。なんか、今、ゾンビの音したけど、あ、鉄いますね。鉄がおりますので、この辺に1、2、3、4と上げまして、矢で一発ぶち入れまして、さあ、殴っていきます。おらい、おらい、おらい。オッケー。
オッケー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 。これがねもうこのワールドのアイアンゴールドトラップなので、まあまあまあ。でもうすでに夜ですか、今日帰ってきただけなんですけど、まあまあいいや。でとりあえず食べ物は確保した。でこっから何をしていくかというと、何します？なんかあんまりやることもないんですよね。まあトレードして、やることないな、別に。別にやることなくてびっくりしています。じゃあとりあえず竹でも取って農作業をしつつって感じでいきますか。であれか、あれが欲しいんだな。羊毛、羊毛をなんかしばらく放置していて、なんか全く集めていなかったので、ちょっと羊毛を取っていきましょう。でクッキーはもういらない。パンプキンパイを持って、パンプキンパイ持って、あエンチャントしましょう。エンチャントをしていきたいので、エンチャントをしていきます。エンチャント、次なんだっけ、次何が出るかあんま覚えてないんですけど、次の、エンチャントは、弓は、あ、待って、シルクタッチだったな、そういえば。シルクタッチだった気がするから、ダイヤモンドのツルハシ、ダイヤモンドのツルハシ作りましょう。ツルハシ、ダイヤモンドを持ちまして、ツルハシを作りまして、さあ、1個でいいね。今、間違えていっぱい作ったかと思った。焦ったー。で、ラピラズを持って、ラピラズもなくなってきたね。多分シルクタッチ。そうだ、そうだよね。なんかさ、これ全部一緒なんですね、多分。ツール類。ということで、シルクタッチを作っていきます。えいやっと。オッケー、シルクタッチ、効率強化4、きたー！最高、嬉しい。で、次が、射撃ダメージ増加3いらない、耐久3いらない、やー、みたいな。てか、こんなもんか。まあ、とりあえずこんなもんですね。で、ファントムカウントはあんまり溜まってないはずだから、まあ、とりあえずは良さそう。で、ダイヤモンドしまって、ラピラズ持って、まあ、とりあえず骨粉とかいらないものしまっていきますか。骨粉と、木材類、棒、棒は？あ、棒はそんなにだな。無限が欲しいんですよね、無限が。ポピー。今日のポピー。さあ、ポピーをしっかりとしまいまして、今日のポピーって元ネタ何なんですか、あれ。アイスさん、今日のポピーの元ネタ知らないんですけど。で、皮ってありますか？本ってありますか？本ってあったら嬉しいんですけど。ほーん。あ、皮いっぱいある。皮いっぱいある。砂糖キビは？紙いっぱいある。ということでね、じゃあガチャしていきましょう。ガチャガチャ。本をいっぱい作りまして、いっぱい作りすぎました。ガチャしていきましょう。ガチャ。ガチャするんだけど、ちょっと、あそこでやるのちょっと危険が危ないんだよな。なんかさ、なんか、まあ、いっか。まあまあまあ、シナンベイ。シナンベイということで、待って、シルクタッチでさ、これさ、中に持ってっか。全部。シルクタッチのダイヤモンドのツルハシで、ここね、本を回収して、これ中に、仮拠点の中に持っていきましょう。ちょっと今、ここでね、ガチャするの危険なので、突然ね、クリーパーとか襲ってくる可能性があるので、まあそんなこんなでね、しっかりと安全を取ります。まあ一応ハードコアなのでね、もう忘れてると思いますけど、一応ハードコアなので、死んだら終わりなんですよね。一応、このワールド。マジで、ハードコア怖いなって思った。マジで、スタックとかいうやつ。本当に怖い。待って、ラピラズって今持ってるな。まあ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 、そんなにね、近くにはいないはずだから。まあまあ、大丈夫でしょう。とりあえずは。まあ、多分大丈夫。さあ、とりあえず、本棚ってね、実はシルクタッチついてれば何でもいいっていうね。で、エンチャント台も持ちまして、この中へ持っていきますが、そんなにスペースがないです。そんなにスペースがないので、ここのベッド破壊して、あー、これ破壊しない方がいいな。これは残しておいて、で、これね、なんか変な置き方しても大丈夫なんですよね、実は。実を言うと、あんまりね、置き方にこだわりはないっていう。ただやっぱスペースは足りないか。ちょっとスペース足んないですね。ここ破壊して、まあ、ここにエンチャント台を置くとして、エンチャントテーブルを置くとして、ちょっと、あれだな、ちょっとダメそうだな。ちょっと足んないな、ここと破壊して、で、これさ、大丈夫かな、これ。感圧板。感圧板がさ、邪魔にならないかだけが不安要素ではある。あ、感圧板邪魔そうです。感圧板邪魔そうなので、感圧板一旦破壊して、これで30ですね。これで30なんだけど、ちょっとこの置き方嫌だな。ちょっとこの置き方嫌なので、こことここを破壊、これは破壊しなくてよかった。シルクタッチ。シルクタッチで、感圧板はね、やっぱ置きっぱの方がいいから、こことここ回収して、これ。
本棚置いて、本棚ここに置いて、でここに感圧板置いて、でこの辺はオークの板材で覆っちゃってよくて、よし、これでね、レベル30のはず。OK、レベル30ですね。ではガチャしていきましょう。飛び道具耐性、貫通1、今いらないですね。で、次が、弓が、耐久3、無限なし。無限はね、出るはずなので、効率強化やってまいりました。あー、効率強化は欲しいな。ちょっと効率強化欲しいので、効率強化もらっていいですか。ということで、次のね、エンチャントは効率強化ということでやっていきましょう。まあ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 。で、ね、本当は石臼とかがあるといいんですけど、石臼？ここ開かないってば。マイクラ初心者かな？マイクラ初心者みたいなことをしておりますが、ここにね、この辺のいらないものは入れておいて、これはいらない、これは必要。まあ、貫通いらないけど、まあ、しまっておいて、で、大々色のベッドを、大々色のベッドは倉庫の方持っていきましょうか。てか待って、家を作っていない。アイスさん気づいてしまった。このワールド、家がない。仮拠点はあるけど、家がない。まあ別にいらないけどさ、あ、まあいいや。とりあえずファントムカウントをリセットしておいて、間違えて T を押したらしい。オッケー。とりあえず、昆布、あ、そういえば、昆布焼いてなかった。昆布を、固めて、燃料にしていきまして、燃料として焼いていきまーす。よしよしよし。これ、経験、これ、経験値ってどれくらい集まってますか？経験値、ドンと。28。まあ、ちょっとしょっぱいな。まだ足りないですね。まだ足りないって思ってます。じゃあ、ネザライト化していきますか。ネザライト化は、もうできるっちゃできるけど、ダイヤモンドねえな。ダイヤモンドがないということで、ダイヤモンドがないので、ダイヤモンド掘りに行きますか。ダイヤモンド掘りに行きたいんだけど、効率許可ついてないん、あ、効率許可ついてる。ついてるのか。じゃあいいや。松明はあるけど、あるけどないな。まあいいや。とりあえず松明をガーッと作りまして、いいやと。オッケー、松明作りまして、左手に松明を持ちまして、どこ掘る、待って、どこ掘ってたっけ？だ、この奥の方掘ってましたよね。そういえばダイヤモンドなかったんですよね。ダイヤモンド欲しいなっていうことで掘っていきましょう。掘っていきたいんだけどさ、この辺もさ、あれだったよね、確か。この辺もあれあった気がするんだよな。1、2、3、4。まあ、この辺から、ま、適当に掘っていきますか。でね、深層岩はね、これあれなんですよね。ディープスレートはシルクタッチダメなので、これね、シルクタッチだと何にも加工できなくなるっていうね、デメリットがあってですね。めんどくさいよね。だからね、これ幸運マイニングしなきゃいけないんですよね。それがめんどくさいなって思っております。いやー、昔はね、シルクタッチだけでよかったんですけどね。まあ実際にシルクタッチの方がね、まあ良かったり良くなかったりするので、まあ一長一短ではありますが、まあ一応シュリーカーだけ気をつけつつやってきまーす。やばい、もうすでに喉が限界を迎えている。まだ2分あるのに。まあ、ちょっとね、やっぱ連続で動画2本撮るときついなって思ってる。思う。まあそんなことはね、まあ関係ないんですけど。さあ、とりあえずね、あと10日ぐらい何します？あと10日。割と暇なんですよね。まあエンドラ討伐まで。まあ先にさ、なんかエンド要塞行って、あれしようかなって思ったんですけど、あれ、そう、あれ。あれしようかなって思ったんですけど、ちょっとあれはちょっとまだ早いかなと思ったので、まあ、どうしようかな。まあしばらくは農作業、待って、羊毛を取るの忘れてた。羊毛取ろうって言ってたのに忘れてました。ワン、ツー、スリー、フォーと。まあまあまあ、スカルクはね、気にしていきましょう。まあ別にスカルクはね、気にする必要ないので。で、そう、羊毛を取るの忘れてましたね。ディープスレート、個体都市行くために羊毛が必要なので、まあ、後々自動化して、みたいなことをしていくか、もしくは、まあ、頑張って手動で集めるか、みたいな、そんな感じですよね。でもね、あれね、なんか、1チェスト分ぐらい必要なので、羊毛ね、羊毛1チェスト分ぐらいは欲しいので、それぐらい集めるってなると、やっぱ自動化はしていきたいのかなと思うんですけど、まあ、1チェストぐらいだったら、まあ、そこそこ簡単に集まるかな、みたいな、そんな感じで思っていますけど、どうですか？どうですかってわかりませんけどね。まあ、一応鉄を掘っていきましょう。鉄はいっぱいあってほしい。鉄、3。幸運2、3。まあまあまあ、幸運2な、幸運2でもさ、そこそこ出るくない？幸運2だったら 1.8 倍とかじゃないの？わかんないけど。一応ね、幸運3の期待値が 2.2 倍のはずなんですけど、幸運2 1.8 倍とかじゃないの？ 3 って。一応経験値のためにこの辺も掘っていきますか。経験値が欲しい。いやー、
幸運ね、できれば3も欲しいんですけどね。まあ、ないものはないので。ということでね、まあ、本日終了ですね。いやー、あと10日、本当に何しよう。じゃあ、とりあえず一旦帰りまして、何の成果も得られませんでしたー、ということで終了でーす。はい、ということで、40日目、お疲れ様でした。さあ、あと10日ぐらいですね。まあ、ダイヤ掘りつつ、ネズライト化しつつみたいな、そんな感じでやっていけばいいんじゃないかなと思っているので、まあ、そんな感じでやっていきたいと思います。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。